はい、おはようございます。しんのすけでございます。やってきましたバンバカでございます。番長3、ようやく朝から打てるということでございますんで、もうやっとですね。はい、なん半年ぶりぐらい、もっとか、もっとですね、1年ぶりぐらいかもしんない、その朝から番長3を打てるのは。ともあれですね、この思いをレバーにぶつけていきたいと思いますので、よろしくお付き合いのほどお願いします。バンバカです。さあ、それでは打っていきたいと思います。やろう。まあ今となっては初代サラリーマン番長が亡くなった今となっては、入場抽選が両番なら、まあ朝から座れるんであれば番長3に座ろうとしてるんですよ。もうかれこれ半年ぐらい、要はコロナの、営業自粛だ、7月ぐらいからですね。今これ収録してるのは年末なんですね。12月の26日だ、7月から半年間朝一から番長3打ってたのはもう数えるぐらいですよね。ところで言っていますけれど、ある程度設置台数抱えている5号機っていうと番長、窓かギアスぐらいしかないんですよ。でいう中で、向こう2021年の11月まで設置されている中で、番長、窓か その人気っていうか人が集まる率っていうのはどんどん高まっていくと思うんですけども、それに伴ってまあ、昔だったらもう打たないよねっていう状態な台でも打たれるようになった、その結果として、番長に関しても窓かに関しても以前に比べるとだいぶ全体的にこう辛くなってるっていうイメージかな。だから番長で言えば、まあ、昔はそうそうなかった設定後っていうところが普通に、まあ、ある程度設定使う店だったら期待できるようになってますね。ただ冷静にその設定後の目玉性能スペックっていうのを確認すると、勝率ベースで 50% ないんですね。半分以下は負けるっていう、まあ、それはそのだいぶ前に番長3設定後の生配信を連日やった時あったじゃないですか。であれの結果を見てももう明らかで、我々バンバカは番長3打ちたくて打ちたくてしょうがない、5で鏡言わしたいと思っているバンバカは、設定後を日常的に設置してるだろうなっていうお店をしっかり選んで、ここ11月まで頑張っていかなきゃいけないなって思うわけですよね。で今日のこのお店に関して言うと、前回は番長10台あって、どうやら全体5だったろうというような中でのこの台でございます。ちょっと、まあ、5を意識しながら、でワンチャン6、4というところも見逃さないようにちょっと打っていきたいなと思います。これが男の王。ゲームチャンスなんで、結構朝一は AB チャンス対決連のモードを均等に分配されて、でその中で規定のベル回数を振り分ける、場合によっちゃもう57とかまで連れてかれる場合もあるわけですよ、ベル57回とかまで。
そういう中でやっぱチャンス目とかの対決でサクッと当たったりするとこれ大丈夫ね。はい、チャンス目から9ゲーム目。お？チャンス目から11ゲーム目なんだな。あー、これでカオル先生が出てこなかったら、まあ、21ベルってことになるよね。あー、チャンス目すかしたわ。はい、21ベルから9ゲーム目。さあ、リセット初回対決、そろそろいいんじゃねえか。変更、はい、ワンチャンあるよ。ああ、やだぞ。朝は何にでも期待が持てるよね。やったね、特訓付きだわ。ワンチャン通常ボナーもあるけど、まあまあまあ、対決負け後14ゲーム。おっと、バチコ、まあまあ中対決以上。ああ、確定対決やんね。さすがに負けねえだろ。ここはもう。さあ、危ねえな。はい、143ゲーム。投手が3本。はっ！はっ！ちょっと1000枚ぐらいは伸ばしたいな。いいよ、セクシーだよ。あー、ゴーダイジどっか行っちゃった。行くな。あー、行っちゃったよ。あー、ええよ。
頂き後74ゲームでこの時点でもうちょっと引き戻したくないね。奇数が6分の1パーセンテージでいうと 16% で6が 40%、 4が 30% っていうところなんで、まあ1回来なかったからといってあーっていう感じでは、まあでも今現時点ではちょっと奇数寄りかなっていうかさ、前回が5だったから5がいいんだよね。前回っていうかその先月のこの昆虫のね、前回はサラリーマン番長2を何台か打った後に番長3が前後っぽいからちょっと行ってみようっつって行った番長3ですね。でやたらね僕が左の台を見てたと思うんですけど、あれ左の台ペルペルだから面白いよね。でペルペルは番長3がまあぶっちゃけ嫌いなわけ今現時点でね。これからどうなるか分かんないけど、でそんな彼が僕の左隣にいてまさに当たろうとしてたから、あ頑張れって言うんで俺はペルペルの台を見てたいやまあただねみんなよく見てくれてるってことの裏返しなんでね。あー対決戦行かなかったな。ベルモードの移行ってさ、対決戦行きやすいのって6の次5なんだよね。だからやっぱり対決戦は6を狙うんですよ、5を狙うんですよ、行ってくれた方がいいわけですよ。だから一発ベル8以降で対決当たった後っていうのはベル7以内に対決当たってほしいんですよね、ゴールを期待するんであれば。さあ3-2、ここはちょっと一つの分岐点になるぞ。であればモード A の選択率が激低なんで結果として3人抜けにくいんですが、逆に3人抜けた時点で6の期待感っていうのはめっちゃ下がっちゃうんですよね。ここで抜けた。まあこれでもう5狙いだね時間にして10時45分はい、ありがとう。これが男の、ラベルでしたね。473ゲームお待たせしました。5分の1だね。ここで5分の1を引くればやっぱ初心に帰らないと。この時点で3分の1に昇格しました。問題はこの後です。あー得意かねー。5であれば 32% 対決に行くんですが、これはちょっと面白いところで1でも 30% で行くんですよね。
逆に4だった場合は4分の1でしかいかない。だからベルモードの移行で対決連によく行くイコール奇数をは設定6の期待が高まるっていうこの罠だよ。ただ今後11月までは設定6狙いもしくは設定5狙いっていうところがベースになってくると思うんですね、僕自身は。だからベルモードで10回ベルモードが移行したらやっぱ3、4回は対決連に行くような台をやっぱ打っていきたいよ。で今この台に関して言うと2の0です。今いいこと言ったから、今俺いいこと言ったから、いい5、6狙うんだったら対決連行く台狙え、出ました、今日のいいこと、さあ今投資が20本なんですけれども、やっぱり5号機独特の怖さは感じますよね。これ近頃は6号機を打つことの方が圧倒的に多くなったので、まあ、例えば僕で言うと吉宗3ですよね。2万円使えばまあ当たってるんですよ、すでに。でビッグかレギュラーかの勝負をして、でビッグであればもう形になってるし、レギュラーだったらウエーってなってると思うんだけど、番長3で言うとまず2万円同じ2万円使ったとしてもまだ当たんない、もっとこの倍かかる可能性もある、当たりまでに。だってほら累積で75人しか行ってないわけだから、2万円使ってね。でかつ当たったとしても吉宗3でいうとこのレギュラーみたいに50枚しか取れないってこともあるわけで、だそれを冷静に立ち返るとすごく怖さはあるよ。逆を言うといかに6号機が優しいかだよ。ここでもだって3枚目なわけでしょ。こうやってさ50枚しか取れてないわけ、まあ冷静に考えたらおっかないよね、まあ、6号機と比較してってことだけど。ああダメだ、4で刺さっちゃったイコールベルモードはチャンスモードで、チャンスモードに最も移行しやすい設定は設定4なんですよ、 35% で次が6で 33% で、6はちょっと3に超えたからないってなると、まさかの4。よしからのスマッシュっていうのはボールを下に叩きつける、 33% の 25% だから実質 49% で当たってる。セーフ、とりあえず特訓はいってる。さあ対決巻きから13ゲーム目、14ゲーム目、 OK、 そして15ゲーム目は3ゲーム連続、これはすでに勝ってる前兆な可能性が高くなった。しかしぬか喜びや禁物轟金剛の気持ちに寄り添って負けてるかもしれないっていうところで攻撃の手は絶対に休めない。もらったね、もらった。さすがに 49% 刺さったか。
からの青山美沙を say thank you。 705ゲーム総投手21本、11まで伸ばした。よし、白ナビ。からのチャンスナビ。ベル割れたんで、これは結局対決欄に行ってたがゆえの7ベル対決最長でね。でまあいろいろね解析の見方が2通りあって、これ番長3が導入された当時6年前はごめんなさい5年違う、4年前か4年前はいただきジャーニー突入当選した時の初回対決はとりあえず15にはセットするんだけど、モード移行が対決連に選ばれてた場合、要は通常時のモード移行で行った場合はこうやって出てくるっていう見方が一つで、もう一つはもうここは関係ないよと、モード移行通常時のモード移行じゃなくて ART 中のモード移行だから関係ないよっていう見方が後半に出てきた。で僕は一応最初番長3が導入された当初に、まあ、目を通した資料では、まあ、対決連を選んだ場合はこういう挙動になるんで、これはいいですね。だからモード以降3回に対して1回対決するに行ったって僕は判断します。はい、さあ行きましょう。このダメセクシーだよね。どうセクシーかって、弁当はベルはチェリー、段階的にこう期待度が上がっていくからね。ベルなら 25%、 チェリーなら 40%、 弁当で 66%。 ああなるほどなるほど40%。サンキューラビン、愛してる、サンキューからの、はい、愛ね、愛ね、ここ3連はなかなかしない。ここ、ここ大事。あれあいいよ、ここでいなくなっちゃうともうさよならって感じだから、次のゲームは絶対キュンって言わなきゃダメよ。愛してる、おう、あー誰か逃げたな、あー逃げたな、あー逃げたな、なんだなんだ、いただき中は設定問わず対決に行くんですけども、そこをやっぱり引けるもんだったら引き続けたいですよね。
ざっくり4分の1のベルを引けば 66% で逆転というか勝利抽選掴む掴む危ないこれは今 33% 抽選の1回カスタネットあれやばいやめろって本当にああすいません寄り添えこういう時こそ今負けた本人の気持ちに寄り添え確かに俺たちも負けたけど実際に負けたのはこいつだああ計算ができない計算ができないあまりのショックで計算ができないまあ今のは負けたらダメなやつやで、まあ、そこもああまだ生きてるわ俺ケツナの小さい男だな俺はマジで今の岩尾バスケ負けは万が一今日負けたらその理由になりかねんのね、やっぱ3分の1引ける男になりてえな。で豪大寺はどこ行ったんだお前いやちょ待て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 いやそれやってる本人の方がきついわけだからさお前ちょっと豪大寺どこやったんだよお前おっせえよ25とかお前何よしナイスよーしよーしよーしやってやっかなちょっと見てろよいっかもう一回やり直しだな。そして気づけばあっさり引き戻し特訓なしと引き戻し特訓は 2-0 まあどっちとも言えないねまだ弁当からの降格以降はすごくいいですおいで1回ベルモードチャンスモードを4回目にして確認できてるんで4-1でチャンスモードここはだから4を匂わせるよなで3人は超えてるからもう6はちょっと違うかなっていうで僕自身のその設定用に対する印象っていうのはもうとにかく粘んなきゃダメですね、うん、安定感っていう意味では、まあ、6に次いでいいのが設定4なんですよ先ほど113先ほど5の勝率が終日ベースでいったら 50% ないっていう話をしましたが4になると 60% を超えます勝率でいうとだ3回2回は勝つ 粘ってればそれが4ただ粘っある程度ゲーム数回していかないとその 60% オーバーっていう勝率は出ないんでだ粘んなきゃダメねで6になるとこれが9割近くになります勝率でいうとね
だこれもやっぱりある程度のゲーム数回さないと90パーにもならないんで、まあ、ゲーム性がそうじゃないですか。それこそ1万円使って100枚出して100枚出してっていうのを繰り返してる中で、どっかで息の長いあのいただきジャーニーに入れるっていう話なんで、はい、3人から8ゲーム目、よしよしよし。でこれで対決連がループしたイコール4だった場合は 12.5%、 5だった場合は 30% でこの挙動なんですよ、まあ、2でもやっぱ10何パーとかだし、で1、3で 20%、23% とか、この時点でちょっと奇数っぽいぞっていう挙動。はい、挙動ではあったけど5っぽい挙動も出てきました。これが男の対決負け後8ゲーム、よしよしよし、勝ってるぞワンちゃん。15、8、23、あー OKOK、 合わせて23ゲーム、 OKOKOK、 勝っておる。キャッピースの560ゲーム、投手がちょうど30本、3度目の正直。